前ドバイワード出せねえわ。伝統になっちゃうわ。まあ、8000万人はちょっとな。オペラショーかクイーンエリザベスかなんかあったよね。あ、すげえ、マッケンキーじゃん、かっこいい。よし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 。じゃあ入居しましょう。上出来かな。嬉しそうだね。おかわりチャンス。嬉しそうだね。いつも通りなら勝てるよ、きっと。いつも通りなら勝てるよ、きっと。4番人気。2番人気だよ。さっきからさ、ワールドずっと4着とかさ、毎回ワールド2着取ったけど、なんかエースに戻れないんだよね。さあ、そろそろエースに戻りたい。クラシックディスタンスの最高峰、まあ、ワールドブリーダーズカップクラシック。先頭に立つのは何か。先手を取ったのは2番ババンババンバンパン。その外に3番ロボコルミンプル。差が開いて12番ノーブルミッションフランケル。そして5番手に日程であります。その後ろでありましょうか。10番レインボーサクヤ。そして11番プリントシャー。その内にキングマン。それから6番レイルリンク。そしてその後ろからスパニッシュムーン。14番アパートムスパニッシュムーンが並んでいます。外を通ってニューベイ。あ、でも来た、モニュメント来た。エンターテイメントキャピタルです。ということはサントの誰かが誰か来るな。赤い帽子ロボホルムリンクルが先頭。内から懸命にババンババンバンパン。ゴーゴーゴー。このまま逃げ切ってしまうのか。ノーブルミッションが3番手。ババンババンバンパンが2番手。あと 400m 先頭デブーロとロボホルムリンクル。オレンジの帽子ノーブルミッション2番手にババンババンバンパン。先頭デブーロとロボホルムリンクル。10番レインボーサクヤ神達素質も懸命に追う。2番ババンババンバンパンロボホルムリンクルが先頭だ。10番レインボーサクヤ神達素質捉えられるか。神達素質先頭ウルキアさんごめん。神達素質ワールドブリーダーズカップ3勝目獲得賞金は29万枚突破。診療外しのライドが来たんですか。でも診療外しのライドでした。ありがとう、なんか申し訳ないです。え、10万ライドですか。ハーフ。ごめんなさい、その代わりターフのラリーは制覇するんで。ターフのラリーは制覇するんでって。はい、あれですね。はい、真ん中開けるんですか。真ん中ちょっときついかもしれませんね。とりあえず最後 S ターフ出してラリーを埋める。埋めようかと。頑張って。はい、頑張ります。おめでとうございます。ありがとうございます。